声優は女の子にやりたいんでしょ？女の子とやりたい？うん。どういうこと？いや、女の子となったらできるんでしょ？はい、どうです？でも、後ろとなったらできるんでしょ？無理無理、お前と絶対できない！嘘だ、絶対できるよ。気持ち悪いほどさせないでよ。無理無理無理。はぁ？なんで？もしかして、真白がそっちのけあんの？やばいよ、それ、マジで。真白はないよ。伊藤とは無理だけど。でも、私は、できるよ、うん。女の子と？はい、やろうと思えばできる。伊藤、絶対無理だわ。申し訳ないけどね。軽いやつでもちょっと女の子とはできない。女の子とできるのは中ぐらいまでだね。一応できるのはできるよ。いや、できないできない。あ、中、だって私の友達に言ってたのね、その人。中やったら、できるって。うん、いや、できないね。中はできるけど、小学校の、あれだもん。初中は、女の子だもん、伊藤。最初。嘘。マジマジ、中ってどんな感じなんだろうねって言って、やってみよっかって言って、電気消してやったら、わかんなかったねって済まされたけど。わかんなく、それはかわいい。そう、なんかでもそれぐらいしかない。でももう中ぐらいだったらできる。チュッてやれば。そう、チュッてできるんでしょ、うん、そっからなんか、その、酔った席で、その女の子たちがチュンしたら、その後ディープに行って、その後ホテルに行ったんだって。すごいな、それ。とりあえずそのホテル何もしなかったけど、うん、なんかうちら、なんかそういうことにしちゃったね、みたいな感じになって、付き合ったんだって。え、あ、付き合ったの？そう。すごいじゃん。それがネズの始まり。真白の始まりってこと？はい、真白の話じゃないけど。いや、もう真白の話でしょ。真白の話だ。何の真白の話だろ、今の確実に。違う。自分のちょっと話を友達のふうに話す真白は。本当にダメでしょ。みんな誤解するんでしょ。でもなんかさ、レズの方が綺麗な感じするよね。うん、美しい感じがする。ねえ、わかるわかる、それ。